はい、ここが第二ロープウェイ降りたところです、うん、で、ここが2階、こっち行くと、下りのロープウェイの待合室ですね。よいしょ。もうすでに標高 2000m 超えているので、あまり激しく運動すると息が切れます。よいしょ。でここは3階で体験コーナー、モンベルが入ってる。よいしょ。でここは4階が喫茶コーナー。展望スポット。真っ白で何も見えない。本来ならばこんな感じで景色が見えるそうです。ここに山彦ポストっていうのがあって、そこが写真撮影の人気スポットみたいです。